はい、皆様こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の柴山です。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介するお車はこちらのお車になります。はい、こちらのお車、4型レジアスエースバンスーパー GL ダークプライムディーゼル肉のお車ご紹介したいと思います。で、電式の方が平成27年式で、走行距離が約3万9000キロのお車ご紹介していきます。はい、まずこちらコーナーミラーの同色のペイント、ボディカラーと同色のペイントさせていただきます。はい、続いてこちらの方にはフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントリップスポイラーの方が新品で入っております。こちらのお車の車高は2インチローダー施工させていただいてます。なんでノーマル車高より約5センチ車高が低い状態になっております。で、その、ローダウンさせていただいているブロックキットがあるんですけど、そちらのブロックは新品で使わさせていただいてます。はい、続いてこちらタイヤになるんですけど、まずタイヤの方が横浜パラダの17インチのタイヤ、こちらが新品で入っております。で、続いてホイールの方がゼロブレーク S というホイールが入っております。はい、続いてこちらの方には、車外の、ルースポイラーのがついております。こちらの方にはバックカメラの方も搭載されております。はい、続いてこちらのベッドキットになるんですけど、こちらの方は高さも調整することができます。5段階できます。はい、あとはこちらにマットの方も引いてあります。こちらのお車、両側手動ドアのお車となっております。はい、そして内装の方、座席になるんですけど、ダーククライムということで、前席ハーフレザーシートの仕様になっております。で、こちら2列目のリア部分にもフロアマットの方が引いてあります。運転席、助手席側にも引いてあります。はい、続いてナビの方がこちらトヨタの純正ナビ、7インチのナビになります。はい、そのナビ周りとシフトノブ、ハンドルの方が特別仕様車の仕様になっております。こちらもグリップが持ちやすくてとても運転がしやすいです。はい、続いてこちらがバックカメラになります。ナビに映るのではなくてルームミラーの方に、左端の方に映るようになってます。かなり綺麗に映るようになってますね。はい、続いてこちらの車には AC の 100V のコンセントの方と ETC の方も運転席側の方に搭載されております。はい、では前戻ります。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのお車、中古車両にはなるんですけど、ディーゼル肉で、排気量の方が 3000cc ということで、かなりパワーのあるお車となっております。
で、中古車両にはなるんですけど、高年式低走行なので、気になった方はぜひ南大阪店の私柴山までご連絡いただければと思います。では以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。